くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしです。セーブつけたけど。はい、どうも。はい、やってまいりました、くるちょもチャンネル東京。井出くるぶしがあなたの一日中を独り占め。今日は、これどんな感じなのみたいな、ツイッターとかをねやってる方でしたら、結構これの告知動画が回ってきて、見た方多いんじゃないかなという。今日の商品がこちらになります。プシュッ、ケンタッキーレッドホットチキン激辛ソース。だい、ケンタッキーフライドチキンのですね、レッドホットチキン。まあ僕も大好きなレッドホットチキンなんですけど、レッドホットチキンはそんなに辛くないと言ってる方が多くて、ね、まあ、カーネル・サンダースが怒っていると、今回めちゃくちゃ辛くしてやったぜみたいな商品らしいんですけど、どんなぐらい辛いのか、ちょっとね食べて正直な感想を言ってみたいなと思います。まだ食べてないよって方もいらっしゃると思うので、僕はちょっとねどんな感じなのか、食べてみたいと思います。それでは行きましょう、レディゴー。くるくる、じゃあ、開けてみたいと思います。ポテト、俺このケンタのポテト好きなんですよね。はい、これがレッドホットチキンです。そしてここの蓋についてのはね、辛さに調整、激辛ソース、袋にはね、とても辛いソースですと。ここにメモリがあって、1辛から3辛まで、ここまで入れれば1辛で、このメモリに合わせてどんどん辛くなっていきますよみたいな感じですね。飲み物がねもう終わりかけのブラックコーヒーしかないんですけど、まあ余裕でしょうと。早速ね行ってみたいと思います。ちょもちょも、じゃあまずちょっとポテトからいただきます。あ、ちょっと疲れてる。うまい、撮影忘れる。あ、レッドホットチキン、これからいってみようか。じゃあ早速ですね、この美味しそうな、チキン、これにですね激辛ソース、とりあえずまあ動画なんで、3辛までいってみようかな。とりあえず全部かけてみたいと思います。いきましょう。これ衣の上からいっちゃっていいのかな。うわっ。はい、全部いきました。こんな感じでございます。いただきます。怖え。あ、うまい。あーあー、辛い。あーあー、辛いな。あー、辛い。うん、辛いしか言ってないけど、うん、あー痛い。結構割とすぐ辛い、痛い。あー辛い。俺今までこのレッドホットチキンをね、うわ辛いと思って食ったことないんですけど、お尻にくるぐらいくる。あー待って、喋れない。ペヤング極なんとかってあるでしょ、あそこまでではないです。あそこの手前ぐらいの辛さですね。ちょっと待って、これやばい。見てこれ、めっちゃソースかかってるとこ行きますよ。うん、うん、辛い。ちょっと待って待って待って。ああ、なんとかですね、3から、完食しました。辛い。くるちょもチャンネル、今日はですね、からの、ソースがついたレッドホットチキン、食べてみたんです。
今までのレッドホットチキン比べ物なんないぐらい辛いです。でまだ痛い、すんごい引きずる。いやこれはきつい。これ何の辛さこれ。まあ唐辛子系なんだけど、味的にはねこのソース自体の味はそんなにはうまいっていうか辛うまって感じはしないんですけど、あの辛い。これ挑戦してみたいっていう方、本当一からから行った方がいいかもしれない。僕結構全体に広がるようにあのかけたんじゃなくて、結構ドバッと一箇所にかけちゃったんで、結構辛い。カーネルの恨みがね、あの非常に詰まったソースだな。結構あのレッドホットチキンあの好きだよって方多分いらっしゃると思うんです。僕も本当にあのいつもこれあれば絶対こっち頼むんですけど、この激辛ソースはもう頼まないから。ぜひねあの食べたよって方はですね、あのコメント欄のねどんな感じだったか、皆さんがどんな印象を受けたのか教えてくれたら嬉しいです。今日はですねレッドホットチキン激辛ソースカーネルからの挑戦状受けてみた、お送りしました。ありがとうございます。手短に終わらせるよ。